皆さんこんにちは。こんにちは。ウーアチャンネルのしろっこです。どうです。よろしくお願いします。お願いします。ウーアチャンネルのベイブレードもやっとなんか浸透してきましたね、少しずつ。そうですね。リスナーさんからもやっぱベイブレードの声いただきまして、はい、なんとね、今回、挑戦者が現れるということで。あら、挑戦者？大人のベイブレーダーから挑戦していただきました。大人のベイブレーダーが勝負を仕掛けてきた？ということはですよ、子供のおもちゃの領域をもう超えてるってことですよね。そうですね。大人のベイブレーダーが存在するということは。次元が違うってことですよね。そうですよ。子供の引きじゃないですから。なるほど。ベイブレードの回転力がね、パワーがやっぱり違いますから。やばいなそれ。大人同士での対決をね、今回やっていただきたいと思います。負けないようにね。負けないように。現れたの大人のベイブレーダー。大人ですよ。絶対負けないからね。絶対負けない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあファーストバトル、スプリガンレクイエム VS ロストロンギスですね。3、2、1、ゴーシュ。これは即殺ですね、これね。強い。じゃあ大人の力。大人の力ね。大人のベイブレーダー、次はアークバハムートのフォーメテオオービットで、ペコさんはそのまま東。そのまま東、ブラッティロンギルス。そのまま東ですね。じゃあいきます。準備ですか。はい。3、2、1、ゴーシュ。おー、ロンギルスが攻める攻める攻める。あ、でも逃げられてる逃げられてる。まだわかんない。あー、ロンギルス、これちょっと失速しましたね。しょー、大人のベイブレーダー。次はギャラクシーゼウス12バンパーアトミック。ペコさんは、お、レジェンドスプリガンの、レジェンドスプリガンのドライバーだけ、これですね。クリクリくん、クリクリくん。あとはゼロ、そしてついてたいつもの何か、ね、何か、いつもの何かが装着されていると。アトミック装着してきましたね。アトミック、それだけこの戦いに命をかけてるというか、大人強いんでね、やっぱり本気を出してきたということですね。3、2、1、ゴーシュ。さあ、安定同士の戦い。ただここでちょっと半分飛ばしたのはペコさんの方ですが、いや、また安定の戦いになりましたか。あ、まだわかんないね、これ安定してる、お互いに安定してる。頑張れ大人のベイブレーダーの選手は。あー、ちょっとずれた。これ延長戦にもつれ込むか、もつれ込むか、もつれ込むか、もつれ、うーん、こっちかな。ということで大人のベイブレーダー3対0で勝利ですね。やりやしたよ。はい、ペコさん負けちゃいましたね。負けましたね。かなり強いですよ、大人のベイブレーダー。俺も大人ですから。あー、同じ大人でね。チンチン以外は、チンチン以外は、チンチンは子供の、僕もね、はい、チンチンが大人になるように頑張りたいと思います。何やってるんですか。3立てじゃないですか。いや、めちゃめちゃ強い。めちゃめちゃ強いよ。3対0よ。かなり強いですよ、大人のベイブレーダー。俺ね、でもね、秘策があるんですよ。秘策？やっぱりね、ベイブレードよく触ってますんで、はい、僕が持ってるベイブレードの中でも強かったね、カスタムで今回組んできましたから。なるほどね、研究したやつで勝てるんじゃないかなと思ってます。はい、それではね、運命の対決いきましょうか。頼んだ。スプリガンレクエム対決、カスタムはさっきと同じですよね。はい、お願いします。3、2、1、ゴーシュ。さあ、さあ、おっと、弾き飛ばしたぞ。左同士だ。おっと、マジか。これはぶつかり合うんじゃないか。ヘルサラマンダー、今回ね、ちょっとデストロイつけてきたから、おっと、攻撃が大事ですか。ちょっと攻撃しようかなと。はい、まして、ギャラクシーゼウス、ギャラクシーゼウスね、2回戦勝で、これも強いですからね。安定されたら困りますね。バーストしたい。いきます。3、2、1、ゴーシュ。いけ。どうだ。お、攻撃してる。お、後ろ。お、まずい。今ガリガリいったよ。頑張れ。食らってるよ、食らってるよ。ダメージャー、ダメージャー。やばい。食らってる、食らってる。おー、かなり食らってますね、これは。やばい。どうだ、サラマンダー、さすが強いぞ。強いなー。押してるように見えるけど、まだわかんない。まだ粘りますね、粘りますね。さあ、バランス崩したのお互いですか。あー、やばい。エルサラマンダー勝利。エンペラーフォルネウス、これはアークバハム、アークバハムと黒い
いきますよ。ゴミ袋みたいな、ゴミ袋みたいなやつですね。中に死体とか入ってないですよね。大丈夫です。大丈夫です。危ない危ない。そんなたまたま入ってるぐらいです。たまたま入ってる。汚い。3、2、1、ゴーシュ。いけ、頼む。おセンター取ってる。センター取ってますね。ボルネウスがセンター取って。ボルネウスがセンター取って、後ろからカチ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 と。2対1ですから。バーストしてしまえばこれ決着ですよね。そうですね。まだわかんない。あー、これどうだ。なんか、抽選かこれは。俺の方がフラフラしてるように見えるけど、色の問題か。どうだどうだどうだ、わかんない、まだわかんない。いや、お互いにフラフラしてるな。そうですね、食らってますね。お互いにダメージはありますね。とフラフラして、お互いにフラフラして、どうだ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 、どいっしょー、しょ、これはそう、いいんじゃないですか。これドローでいきましょうか。いきます、3、2、1、ゴーシュ。危ない危ない、危ない危ない、はじかれた、危ない危ない、おー、攻撃した、攻撃する、攻撃する、攻めてる、攻めてる、攻められてる、攻めろ攻めろ、センター取られちゃった。おー、またセンター取って、センター取って、センター好きだね。周りはクバコモトが、周りカリカリもだいぶダメージ食らうんだよね。お、弾いてますよ、かなり弾いてますけど、さっきみたいになんか削ってるわけでもなく、これどっちが背を先に崩すかですよね。消し、どっちだ、あーだ、あー、消し、消し、ゴミ袋が、そうだ、ゴミ袋がフラフラし始めたけど、俺もフラフラしているぞー。あー、負けた、これは俺は回ったな。トルネウスの勝ち。さあ、2対1で延長戦ですね。延長戦、延長戦、ここで俺が1ポイント勝てば勝利することができる。あ、負ければまたさらに延長戦。ここで決まるんだ。バーストしますよ。いや、マジっすか。おっと、バースト狙い、男のバースト、バースト宣言来ましたよ。あ、そっか、バーストされると俺終わっちゃうのか。じゃあ、3、2、1、ゴーシュ。これは、これ大人のベイブレード、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 これはオーバーフィニッシュですか。オーバーされたよ。しこれでもありますね、再戦がまた。そうね、そうですね、あれね、これもう熱い戦いが始まる。ペコはもう3立てやられてますね。そうっす、またリベンジさせてください。今日僕が2番手、2番手、ペコさん1番手、1番、よっしゃ、2番、ありがとうございます。ペコさんは3番です、僕は運慶、ちゃんとちゃんと運慶、ありがとうございました。いいね、大人のベイブレード対決っていうのも。そうですね、かなり楽しいです、かなり楽しかったですね、はい、白熱して。俺たちまだペコと僕とかでしか戦ったことありませんでしたから、うん、はい、リスナーの人とね、ベイブレードでこうやって戦うっていうのもね、やっぱりなんか新鮮味があって、新鮮、全然違うベイ出てくるしね、しかもそう、知らないベイブレードがいっぱい出てくるわけ。そうそうそう、俺たちだってまだベイブレード歴1ヶ月ないですから、はい、初心者ですからね。そう、超絶しか知らないわけよ、正直言うとね。そうね、そう、うん、超絶かバク転シュート知ってる、過去の記憶として、過去の古いやつね、古い脳みその端っこの方にね、もうちょっと蓄積されてるバク転シュートベイブレードの記憶ぐらいはあるんですけど、はい、その間がね、その間なんですよね、わかんないやつが多くて。そう、ゴッドレイヤー編、はい、バーストに入ってから初期の方とか、そうですね、もう全然知らないんで、わかんないですね。で、今回ね、あのたくさんの情報をいただくことができました、はい、ドライバーの話だったりね、僕のリブートが回らないこともね、わかりました、作動してないから、新品なんですよ、一応僕のリブートも、はい、リブートドライバーの動くやつと動かないやつあるみたいですね。何それ。そう、僕のはね、今一切リブートしないんですけど、不良品ですか。そのね、アイルドセリカさんのリブートはめちゃめちゃ動く、はい、すんごいアニメみたいな動きしてる、アニメみたいな動きしてたよね、はい、あれはあれでやっぱりさ、ああいう動きしてくれると購入する側の方の人間としては、あ、満足だなって思う。満足、確かに満足いきますよね。あれはロマンですね。あれぐらい動いてくれないと逆に満足できないですね。カタ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 、本当に。なんか俺の最後止まる瞬間にちょっとプルプルってなって終わりみたいな。ちょっとプル、どういうことなのっていう、なんで震えた今みたいな。リブートドライバーちゃんとなるやつちょっと出してほしいですね。そうですね、このあとね、23日のアーチャーヘラクレスもね、はい、よく回るらしいんで、そちらのドライバーもね、やっぱ結構楽しみになってます。楽しみですね、うん、で、あとベアリングドライバーの脅威もね、今日今回感じることができましたんで。そうですね、かなり回りましたからね。ベアリングドライバーがね、やっぱね、僕たち必要ですね。買わないとね。ただ、あれ再販来るらしいんですよ。お、嬉しい、それは。再販が来れば、僕たちはね、もうそれ急いで購入しようかなと。即買いしましょう。思ってますので、はい、もうその開封動画とかもね、楽しみにしておいてください。楽しみに。この動画が面白かったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。